鳥山石炎、百吉連れ,ずれ袋より、宝船宝船、またはとは、七福神や八千が乗る宝物を積み込んだ保船、または、その様子を描いた図のこと、信念を表す記号でもある。宝船には、産後、金銀、宝石など、様々な宝物が積み込まれているという。そのため宝船はおめでたい船とされ、この船に七福神が乗っている様子をかたどった。 置物などが縁起物として親しまれている。その方にはいろいろな縁起の良い一文字が書かれている。また、宝船が描かれた図にはという怪文化などが書かれることがあり、正月の二日にその絵を枕の下に入れて寝ると良い初夢を見ることができると言われている。宝船のようになったのは後世のことで元はもっと素朴なもので悪夢を乗せて流すという夢違い。 または、夢払いの船が原型だという。室町時代には、節分の夜か除夜の際に、船の絵が人々に分け与えられ、人々はそれを床の下に敷いて寝た後、翌朝集めて、流したり埋めたりしていたことから、流すもの、あるいは払うものとして考えられていたことが伺える。平和の宝船の模型中国の秋夜には、平和が東南アジアから、 アフリカ東海岸への大航海を行った。船団の中心となったのは、定和の大民宝船と呼ばれる巨大木造船で、民主によれば、長さ44条小さく見積もっても長さは約61.2メートルという巨漢だったとされる。積載品はまさに宝船と言って良い内容で、出港の際は、飛行地への贈答品として、宝石や陶磁器などが積まれ、 気候の際は、キリンやライオンといった当時の中国人が知らない珍獣などの貢ぎ物が積まれた。2006年9月に南京では全長63.25メートルの定和の宝船が復元された。ありがとうございます。